さあ10秒前になりましたいよいよさあ、さあ皆さん、放送させていただきます。熊本県の宣伝部長です。5、4、3、2、1、くめもんです。どうぞ。はい、マイク入ってなかったです。じゃあ熊ももう一回皆さんに改めまして、こんにちは。こんにちは。はい、大きな声でありがとうございます。熊本サプライズ熊本隊隊長の熊本です。よろしくお願いします。本日はですね、こちら天草馬鹿門旅フェア in 福岡の方にやってまいりました。盛り上げていこうね。お、後ろ見つけた。お、書いてあるね。あ、どうって、これね、やってきた。今ちょっと写真撮ってほしいみたいなので、皆さん今撮ってやってくださいね。このロゴと一緒に撮れてますか皆さん。大丈夫ですか。今日もちゃんとポーズ取ってやって。はい、よいしょー。はーい。はい、ありがとうございます。皆さん撮れましたでしょうか。よか写真がじゃーん。いつまでしようと。ほら、よかけ前に戻っておいで。ほら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 、今日はね、熊もほら、皆さん、福岡の皆さんにも熊本のいろんなよかところば知ってもらうために来たんだけ。ほら、 PR ばしてもらうな。はい、というわけでですね、今日は福岡事務所の唐田の方にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆様こんにちは。熊本県福岡事務所川原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はあの天草の PR なんですけれども、あの私の立場としましては、熊本県全域をちょっと PR する必要があるということで、天草も福岡というのが2つ出来事がありますので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。まず1つなんですけれども、熊本城の特別公開が今もスタートしております。熊本城もですね、大変甚大な被害をご存じの通り受けましたけれども、あの去年の10月からですね、一部分だけではあるんですけれども、特別公開の第1弾ということで、天守閣の外観を間近で見ることができるようになっております。それに加えまして、今年はなんとということで第2弾として4月の29日から特別公開第2弾、公開エリアがですね、さらに広がりまして、今特別見学通路というのがあるんですけれども、それも新設されますが、その新設される特別通路がなんと高さが6メートルの高さから熊本城、あと石垣だったり櫓をですね、見ることができるそうなんです。楽しみです。私たちも楽しみにしております。今までとは全然違う角度で熊本城を特別公開見ることができるというのが一つと、もう一つ、日にちもですよね、日曜と祝日の限定だけの特別公開だったんですけれども、4月の29日からは第2弾では前日、終日とか毎日見ることができるようになります。あのなかなか行っても見れないということがあったんですけれども、この4月29日からは特別公開毎日見ることができますので、ぜひお越しください。お越しください。よろしくお願いします。ともう一つ、阿蘇のことをちょっとだけご紹介させていただきたいと思いますけれども、阿蘇も今ちょっと復旧途中で、阿蘇に行くには迂回路を通らなければならない状況なんですけれども、今年はなんと道路も鉄道も全線復旧が予定されております。今ちょっとですね、行きにくくて不便だなと思ってらっしゃる方多いと思うんですけれども、今年はですね、綺麗な道でゆっくり鉄道に乗って阿蘇を楽しんでいただくことができますので、ぜひですね、今年熊本にお出かけいただきたいと思います。そして何といっても天草なんですけれども、この時期特におすすめとしましては、温泉ですね。天草市には下田温泉という温泉があるのご存知でしょうか。熊本も温泉大好きなんですけれども、下田温泉は特にですね、あの源泉の温度がちょっとやや低めなので、普通温泉とかね、あのお湯を足したりして温度を調節してると思うんですけれども、下田温泉はなんと源泉そのまま湯船に到達する頃にはちょうどいい適温になっておりますので、まさに天然の源泉かけ流し温泉が天草では楽しめるということで、美味しいものもたくさんありますので、ぜひこの冬はですね、天草に行って美味しいものを食べて温泉入ってゆっくりしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではあの熊本ステージですね、お兄さんにお任せしたいと思います。熊本頑張ってね、頑張ってね、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。いっぱいね、熊本の魅力を紹介していただきました。熊本もね、どんどんあの地震から普及していって、阿蘇の方もね、行けるようになったので、天草だけじゃなくて阿蘇の方にも遊びに行ってほしいですね。よろしくお願いします。それでは、熊本今日はここ盛り上げな、ブーンブーンってバイクで、ブーンブーンって、そうね、阿蘇の方とかバイクも有名だね。あの北海道とかから乗りに来る人もおるぐらいだけどね。はい、というわけでですね、皆さん熊本にぜひ遊びに来てほしいと思います。それではあのくまモンステージということで、くまモンいつものね得意なダンスがあるので、そのダンスを踊っていきたいと思います。なんでどめあんしちゃったの、なん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 かて。そうですね、今日はですねくまモンのお友達が来てくれてますので呼んでみたいと思います。牛深から来てくれました、あかねちゃん、どうぞ。皆さん拍手でお迎えください。よし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 、おお上がってきてくれた、ほら今日も上がってきてくれたよ。はい、今日はよろしくお願いします。はい、あかねちゃんもですね、今日は一緒にくまモン体操を踊っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、それではくまモン体操なんですけど、この曲知ってるよっていう方どのくらいいらっしゃいますか。手を挙げて教えてください。はい、くまモン体操知ってる人、おお知ってる、お友達も知ってる、ありがとう。そうね、でもほらくまモン知らない人もほら半分ぐらい漏らしたけんが、あ前の方にいいよって、そうね、じゃあ覚えとるお友達前の方に来ていいよ、ここ空いとるけんが、いいよいいよみんな来てごらん。今からねちょっとくまモンと一緒に練習はするけんがね、前の方にお友達出てきていいよ。はい、ありがとうね。よいしょ、じゃああかねちゃんも一緒にねお伝えしてくれるかな皆さん。はい、ありがとう。それではくまモン、このくまモン体操に出てくる有名なポーズ、なんか一つ教えていこうかね皆さんにね。どれにするか決めた、大丈夫、じゃあくまモンよろしくお願いします。3、2、1、よいしょ。はい、こちらのポーズになります。こちらのポーズ皆さん何のポーズか分かりますか。足を力強く開いて両手を頭の上で三角形です。あ、してくれてる人もいらっしゃいますね。こちらのポーズ熊本城のポーズになっております。あかねちゃんもバッチリです。はい、こちら熊本城のポーズで、この力強く開いた足の部分が熊本城の石垣を表しております。そしてこの熊本はちょっとこの手の長さがですね、あれなんで顎の下になってますけれども、はい、熊本もう一回してやって、はい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 、あかねちゃんもするで、じゃあせーのでしてね、いくよ、せーので熊本城のポーズしてね、いくよ、せーの、にょき。はい、こちら顎の前で作ってる三角形、こちらが熊本城きらびやかな天守閣を表しております。こちらのポーズですね、たくさんこの曲の中に出てきますので、ぜひ皆さんも一緒にやってね、お友達バッチリ、そうそうそう、頭の上で三角形ですよ。はい、皆さん頭の上で三角形です。すごい、 OK ですか、あできとる、はい、あかねちゃんもバッチリな、あ、写真、くまモンがですね、ちょっと福岡までせっかくやってきたんでですね、記念写真撮りたいって言ってるんですけど、皆さんよかですか、あらよかってじゃああかねちゃんも一緒に撮ろうかね。ではですね、あの今からくまモンと一緒に皆さん、あの熊本城のポーズをしてもらいたいと思います。あのステージ上からですね、皆さんと一緒にくまモンとあかねちゃんの写真撮りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。なおこちらの写真ですね、くまモンのツイッターだったりインスタグラム、SNS に投稿する可能性ございますので、もし映りたくないよっていう方いらっしゃいましたらですね、お顔、お友達ありがとうねはい、それではですね、早速ですけど、くまモン体操踊っていきたいと思います。あかねちゃんも準備よかかな、 OK？ はい、それではですね、熊本城のポーズ何回も出てきますんで、皆さんもぜひ一緒にやってみてください。くまモンもちゃんと見てますからね。よいしょ、よかかい、くまモンポジションそこでいいかい、ポジション、あかねちゃんもうちょっとだけ左に一歩行こうか、よいしょ、はい、じゃあくまモンはもうちょっとそう押しすぎ押しすぎ、はい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 、くまモン真ん中においで、はいはい、よいしょ、落ちんでよ前に、まず熊本城のポーズからでいきますよ。熊本城のポーズ、わかった、1212、手拍子をお願いします、1212、どこい、反対もどこい、熊本城、おへそを触って1、2、4、新幹線のポーズ、くさいポーズ、2、3、4、反対、2、3、4、
双眼鏡のポーズです。反対もぐるっとビョン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 回ります。小さくバイバイ、大きくバイバイ、お尻をフリ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 、サプライズ。おいで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 、大きく回してやらないか。おいで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 、ぐるっと回してやらないか。熊本城のポーズ。わかった。2番いきますよ。平泳ぎ平泳ぎ、阿蘇山のポーズ。女に乗ってお尻ペンペンペン、パカ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 。2番いきますよ。せーの、どこい。あたいもどこい。熊本城おへそを触って、1、2、4。新幹線のポーズです。くすぐったいポーズ。反対もぐるっと縄跳び、ぴょん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 回ります。ちっちゃくバイバイ、大きくバイバイ、お尻をフリ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 、サプライズ。おいで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 、大きく回していらないか。おいで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 、回していないないば。おいで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 、大きく回していないないば。おいで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 、ぐるっと回していないないば。もう一度のポーズ。やった。最後は後的のポーズです。はい、おしまい。ありがとうございました。くまモン体操でした。前の方のお友達もありがとうね。バッチリだったね。ありがとうございます。あかねちゃんも一緒に踊ってくれてありがとうございましたね。ありがとうございました。はい、というわけでですね、皆さんくまモン体操ありがとうございました。これからもですね、ステージ続いてまいりますので、よろしくお願いします。さて、ここからはですね、さらに熊本のね、PR せなことがあるけんがね、またかあなさんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。熊もありがとうですね、皆さん、この熊もなんですけれども、皆さん熊もの誕生日ご存知でしょうか。知ってる人、知ってる人、ご存知ですか。あ、残念。熊本のですね、お誕生日は3月の12日なんです。あの、九州新幹線がですね、全線開業したその日に熊本は誕生したんですけれども、なんと今年熊本の誕生から10周年を迎えます。熊本おめでとうおめでとう。でですね、あの、くまモンの生誕10周年を記念いたしまして、3月の14日土曜日、3月15日日曜日の2日間、熊本市の去年の10月にオープンしました熊本城ホールをメイン会場といたしまして、熊本市の中心部周辺でくまモン誕生祭2020を開催いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、どんなことをやるかと言いますと、くまモンが大活躍役をするステージ。ごめんなさい。3月14日に午前1回午後1回の2ステージと、3月の15日の日曜日に1ステージの3ステージ。くまモンがもう大活躍するステージが予定されております。こちら観覧無料なんですね。でその他にも街を巡って楽しむスタンプラリーだったり、くまモングッズとかくまモンスイーツを販売するコーナーがあったり、さらには全国からご当地キャラが大集合してくまモンのお誕生日を祝ってくれたり、たくさん楽しいあのステージを繰り広げてくれることになっております。
第1次のですね、そのくまモンステージの観覧募集はちょっと締め切りが終わってるんですけれども、大丈夫かな。これからですね、また第2次募集とやっていく予定にしております。くまモン誕生祭のウェブサイトでこれからどんどんですね、どんなことやっていく、どんなあのキャラクターが来るよといった情報を紹介していただきますので、皆さん細かくチェックしていただいてですね、ぜひ3月の14日15日のくまモン誕生祭にお越しいただいて、くまモンを応援していただきたいと思います。10年分のですね、ありがとうの感謝の気持ちを込めて、日頃から元気いっぱいのくまモンなんですけれども、さらにパワーアップして素晴らしいステージを繰り広げてくれると思いますので、どうぞ皆様楽しみにしていただいてお越しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではくまモン最後に大丈夫ですか。はい、というわけでですね、くまモン誕生祭こちらの方もですね、よろしくお願いします。メインステージのですね、一時の募集は終了したんですけど、他にもサブ会場とかございますので、そちらの方はですね、自由に観覧することができますので、ぜひ福岡の皆さんにも熊本に遊びに来てほしいと思います。よろしくお願いしますね。くまモン福岡からね、熊本とかはね、結構電車とかね、バスもあるし、車でも来れるしね。くまモン今日どうやってきたと。え？泳いできた？泳いできたって熊本からだったらえらい遠回りしてこなんだよ。天草から泳いできたらしいですね。はい、熊本は泳いできたらしいので、僕は車で帰りたいと思います。はい、はい、皆様ですね、泳いでじゃなくて、いろんな交通手段ございますのでですね、気軽に行ける距離でございます。ぜひ熊本にも遊びに来てほしいと思います。よろしくお願いします。まで言いよっとるそれ。はい、よろしくお願いします。あら、拍手ありがとうございます。それではですね、本日のくまモンステージここで終了したいと思います。皆さん今日はありがとうございました。川田さんもありがとうございました。よいしょ、じゃあご挨拶しようかね、くまモン。はい、よかかい。では皆さんご挨拶したいと思います。最後に、以上、熊本サプライズくまモン隊隊長のくまモンでした。ありがとうございました。皆さん、ぜひ熊本にも遊びに来てくださいね。お待ちしております。バイバーイ。よいしょ。はい、お友達もありがとうね。バイバイ。はい、ありがとう。よいしょ、じゃあ熊本は泳いで帰りたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。熊本。熊本、ありがとうございました。ありがとう。何やろ。皆さん、そう覚えられますからね、クマモンはね。言ったやん。誰が来ても勝ってますから。どんな前で。クマモンの前で。すいません。おい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 。じゃあもうね、200のことでと、ゆうちゃんと小平さん、よろしくお願いします。バイバーイ。あ、誕生祭の話しようと思ったのに、ね、14、15でしょ。本当に皆さんがね、お祝いしてくれますからね。今ごまつったんですね、本当にね。14、15、熊本城ホールで行われますので、本当にたくさんの方にお祝いしてほしいですね。ね、皆さん来てくださいということで、本当に天草にもた、ね、遊び、天草も大好きですもんね、熊本ね。ね、あ、食べ物がいっぱいあるから、そうそうそう、車エビが好きですもんね。ね、そうそう、それでまたね、ほっぺたなくさないようにしてくださいね。はい、ありがとうございました。どうもお願いしよう。お疲れ様でした。また来てね、このありがとう。バイバーイ。もうお信用に。いやースターです。皆さんありがとうございました。お願いします。頑張って泳いで帰ってください。じゃあ、クマモンあそこ抜けていただき、あそこまで行きます。熊本城のほうさんもどうですか。頑張って泳いで帰ってください。はい、行くよ、クマモン泳いで泳いで。はいはいはい。ここは足元ボコボコしとって気をつけてね。
よいしょ、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 で、左の方に行こうか。左、左。あ、もうそこばっか、降りたいとね。段差降りてね。なるほど、なるほど。それでは皆さん、ここまででお願いします。ありがとうございます。ありがとう、じゃあねー。バイバーイ。どうも、バイバイ。見に来てください。じゃあねー。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。待ってます。これ高いの？やばくない？ありがとうございます。やばくない？これ高い。